アラビアンスーパーリーグファイナル。皆さんこんばんは、お元気ですか今夜の話題は、先ほど行われた決勝戦についてです。私は今、パラレルハイウェイを運転中で、さっき自動運転に切り替え、一息ついたところ。空には、薄く漂う雲に夕焼けが広がり、満熱を数日後に控えた白い月が浮かんでいます。 いつものように YouTube で生配信を始めた私は、この目で見てきた世紀の一戦を心中で思い返していた。試合終了から1時間余りが経過していたが、鼓動の高まりは依然続いている。アラブ諸国による資金援助のもと、春先から晩秋にかけて開催された8チームによる総当たりリーグは、選手たちの死士奮闘の活躍がさえ渡り、 大盛況だった。その後行われた上位4チームと下位4チームによる各闘な面とも試合ごとのベストイレブンがネクストラウンドへと進むにつれ、繰り出される芸術的なプレイの数々に視聴者もメディアも魅了された。上位ファイナルで印象的だったのは、やっぱりあのフリーキック、お見事でした。下位ファイナルで素晴らしかったのは、痺れるような、 あのディフェンスの応酬ですね。ベストイレブン同士が対決するという新しい試合方式もうまく機能していました。各チームに複雑な背景があるため融合は簡単じゃないのではと感じていましたが、スポーツの力は偉大ですね。ピッチもスタンドもまさしく一つになっていました。本大会は 昨年実施されたアラビアン・キッズ・カップで試験運用されたベストイレブン方式を一部採用する形で行われその前向きな効果を期待されていたスポーツ種目の多くが親友を決勝利するという目標を掲げていることは言うまでもないしかしその根幹には競技を通じ友好を育むというもう一つの目標があることも忘れてはならない 古代に始まり一個ずつ成長してきたスポーツという文化が社会に与える影響力は非常に大きいまたスポーツが内包する競い合い戦い合うという側面が世界に与える影響力も実に大きい即席構成された有望チームたちは事前合宿で有効を図り個性と一体感が発揮されていた彼らが示してくれたこのビジョンは 私たち市民の未来を映しているものだと感じました各国各地域は異なる価値観や多様な感情で彩られすてが等しく尊重されるものです確かに戦争で殺し合った現実もありましたがそんな中で助け合う人々もいたのです。主義や主張や慣習や歴史を乗り越え共に生きるための最善策は傷つけ合うことではない。 おのおのの違いを尊重した上で、協力して困難と向き合い、誠実に整えていくことが大切ですね。私は、視聴者へ向けてそう語りかけながら、両目が少し潤っていることに気づいた。この大会で選手たちが経験し、私たちが目にした、他愛いないワンシーンワンシーンに、未来をかいまみたからだ。一筋の涙が両頬を伝い、唇に触れた。 ペロリと舐めると甘じょっぱさを感じた。一筋の流星学もお伝え空に流れた。キラリと一瞬輝き甘じょっぱさを感じた。二つの優勝チームはどちらもその栄光に値する素晴らしいグループでした。貴重なこの機会を作り運営してくれた関係者の皆様へ心から敬意と感謝を伝えたい。 その恩恵を受け大いに楽しんだ私たちから恩返しとなるギフトを返していきましょう。未来の世界へ向けて次世代を生きる子供たちのためにみんなで協力していきましょう。こうした感情を改めて芽生えさせてくれたスポーツという存在へ賛辞を送ります。ME14 年3月1日イスラエルナショナルフットボールチーム マノエル・タケ・クッシッキーに